どうも皆さんこんこにちははでですす本日ね速報ということで8月27日にですねマリオット・ボンボイ系ホテルの一つであるウェスティン・淡路島リゾートカンファレンスっていうホテルがですねマリオット・ボンボイホテルおよびウェスティンホテル契約終了ということでね こちちらについいいいててねねょっとと、ね、話していきたいと思います、まあちょっとね動画短くなると思うんですけども速報と思ってね、えー、聞いていただければなというふうに思います急にね公式サイトの方にこちらね掲載されまして本当にねびっくりしました私のね YouTube のチャンネルのコミュニティ欄でもねこちら発信させていただいたんですけどもまあ、ちょっとね YouTube のコミュニティ欄っていうのはまあ、皆さんね 全員の方は見られている可能性も低いと思いまして。 今回ねちょっと注意事項というのもねありますので動画ね作らせていただいたっていう次第になっております今回ね発表された詳細についてなんですけども9月30日をもってウェスティン淡路ホテルはですねマリオットボムホテルおよびですねウェスティンとの契約を終了してですね大倉日光ホテルズとしてね10月1日より営業を再開しますということでブランド変更に伴って 9月28日から9月30日までは全面休業っていうふうにね発表されました。ということですので今現在ねまあ少ないとは思うんですけどもこちらねピンポイントで予約を持たれている方はキャンセルのねメールが来ていると思いますんでそちらね確認していただければなというふうに 思いますまたなんですけども現時点でですねこちらのホテルの予約を持たれている方についてはですねそのままの宿泊料金で利用することができますので、まあ、そちらもね一応覚えておいていただけたらなというふうに思いますまたなんですけども10月1日以降ですねこちらのホテルは今現在ですねまだマリオットボンボンホテルの公式サイトにもですねこちら掲載されているわけなんですけども10月1日以降はですねマリオットボンボンホテルでね なくなるというふうになりますんで、まあ当たり前の話なんですけども、S.B.J.A.M.E.X ね、保有されている方などの。 ゴールド会員の方ま特、あ、典ですよねもう利用することねできなくなりますしまたね今現時点でマリオットモーマーホテルはボーナスポイントのねキャンペーン等々もやっておりますけどもそちらのねボーナスポイントについてもつかないまたね普通の宿泊ポイントにもつきませんし宿泊実績などもつかないっていうふうになりますんでもしね10月1日以降にですねこちらのホテルのね予約持たれている方はですね一度ねそのまま宿泊するかどうかね検討してみて いいいいたただけたいなという,ふうに思います今回のねこの発表についてはです、ね、Twitter 等々ではです、ね、結構話題になっておりましてすぐ、ね、私も知ったわけなんですけども知らない方はね結構いらっしゃるかなというふうに思いますしマリオットボもホテルのつもりでですねホテル宿泊しに行ってですね会員特典などね利用できないとかなりね残念な気持ちになってしまうかなと思いまして今回ね動画作らせていただいた次第でございます。 いやー本当にねねびっくりしましまた、ね、こちらいつだったかな23ヶ月前だと思うんですけどもこちらのホテルはですね一度公式サイトですねエラー運賃っていうのが出まして、まあ、私もねツイッターでね、えー、情報を得てね知ったわけなんですけども3800円だったかな。 うん、っていうね価格で、えー、予約はねされたということで、まあ、それでね一気に情報拡散されてですね宿泊予約された方ですねいらっしゃったと思うんですけども、まあ、それに関してもですね、まあ、一部の方は追加料金みたいな感じで一部の方はですねそのまま3800円で宿泊できた方もねいらっしゃったみたいで、まあ、そんな感じでですね結構話題になったホテルでもあるんですけども。 突然8月27日にですね公式サイトにねこちら発表がありましてかなりびっくりしたわけなんですよね。まあ、私ね s p g アメックス持ってもう丸3年ですかねこの、えー、先,先日年会費の請求が来ましたので。 多分丸3年かなもう4年目に入ると思うんですけども、まあ、こういうこともねあるんだなっていう感じですね私おそらくですけどもこういうのはね初めての経験ですねマリオットボンボンホテルであったホテルが、まあ、別のホテルになるっていうのはねあんまり聞いたことがないっていう感じで本当にですね驚いたっていう一言に尽きるわけなんですけどもまあ、今回の動画ではですねあの予約持たれてる方 特にね注意していただいて、まあ、そのままね宿泊するのかどうか是非ね検討してみていただきたいなっていうふうに思いましてね動画作らせていただきました今回の動画ねちょっとね短くなってしまったわけなんですけどもこんな感じで終わりたいと思いますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうバイバイ